電動ブロワで巨大風船の先の中心部分がなくならないように1メートルくらいに膨らませます。巨大風船の口をねじります。巨大風船の口をビニールテープで巻いて止めます。電動ブロワを真上に向けて強風を送り、横から風船を近づけて手を離し様子を観察します。